で落合さんは絶対その顔してないですよ、うん、で何を言うかって言ったら、ん今日お前今日のストライクはあそこまでかとかって言うんですけど、まあ学んだのはもう軸足ですね、軸足が化け物なんで、サード側にちょっと開きながら、とにかく体重を全部こっちに乗せながらこうやって打つスタイル、あの落合さんってあれなんですよ、だから例えばちょっと際どいボールとかにアンパイアにストライクって言われたらバッターってえっていう顔するじゃない、はいはい、前田なんかめっちゃ顔出しますから今のがみたいな顔するやん、いやまあ半分半分ですよそれとか言いながらえすごい顔出し、まあ、しょうがないなと思ってるんですけどえっそうなのと思いながら首ひねっても次のこと考えてるんですけど、はいまあ、これが普通なんですよ、これは普通です、これは普通なんですね、はい、でも落合さんは絶対その顔してないですよ、うん、で何を言うかって言ったらん今日お前今日のストライクはあそこまでかとかって言うんですよ、うんうん、だちょっと広めにアンパイアもちょっと広めに行ったなと思った時にちょっと本人も広いって分かってるけど怒らずに今日はそこまで取ってんだもうって言って普通にこうやるんですよ、うん、で僕らもちょっとちょっとちょっと外れたなと思ってラッキーと思ってるじゃん、選球眼ええなと思うじゃない選球眼ええなと思う、それをねずっと続けるんですよ、へほんでね追い込まれたりするじゃないですか、落合さん追い込まれて、ほんでなんか山張ってたまに山外れたりするじゃないですか、はい、インコースとかね僕らバーン結構甘め、うん、ドーンってストライクいっても落合さんはこうやってね感動したって平然とこうやって見逃すんですよ、はいはい、そしたらアンパイアがボールっていううわーそういうことがあるんですね、あれやっぱりね普段からその際そういうことでアンパイアってやってるから、うんで俺が完全なストライクなんですよ、はい、完全なストライクからボールって言われた人がえなんでやんとかって僕らが言うじゃないですか、そうですよ、ね、そしたらなんかお前なんや生意気なキャッチャーみたいなこと言われるんですよアンパイアからえっってもうアンパイアを落合さんが見逃してんねんぞぐらいになるんですよ、だから俺落合さんあれわざとやってんちゃうかなと思って本人ちょっと聞きたいぐらいです聞きたい、なんかあの、うん、ラインをなんか消したりとかする、なんか落合さんねいつもこの前のラインはもう全部消して1打席ずつすごい長いんですよ本当にバッターボックスのバッターボックスの前のラインがこうやって まず後ろからこう見て後ろをこうやって見て、はい、こうやって曲がってるなとか言って全部消すんですよ、全部消すんだよね、鳴らすんですよ綺麗に、ほんでちょっとちょっと穴が開いてたら全部こうやって埋めて埋めるんですよ、こうず結構長いんですよ、こうやって長いね、すごい長い、であのスパイク金具の先で綺麗にこうこさえていくんですよね、これなんかこうね高さを合わせにいくんですよ、そう、あ全部、はい、全部高さ合わせにいってこうやってこうなんかあのポンピングジャンプみたいにしてこうやってやりますよね、本当長い、よく見て、僕ずっと見てたんでよく見て、確かにそんなイメージ、すごいな、もうずっとこう長いと思って、ずっと長いです、はあ、それもルーティンではないんですかね、いやもうルーティンじゃないですか、ルーティンでかやっぱりねこう右足、特に右足後ろの足っていうのがちょっと下がるんですよね、やっぱり穴がほげてる、でこれをまあ嫌だって聞いたことあるんです、それも投げ でも誰も文句言えないからずっと待ってるんですよ、落合さんがそうなんです、あれはでも、ね、あれは結構長かったよな、面白かったですね見てるのは、うん、へえ面白い、そういうの聞くと、落合さんも星野さんも全く逆ですね、逆、はい、だもう何やっても怒られることはない、へえ、はい、全然怒られない、怒られる、怒られたのはほとんどない、ただ会話もあのトータル10年近く一緒に野球させていただきましたけど、はい、トータルで4分か5分間ぐらいしかしたことはないんですけど短いですね、はい、だけどその貴重な時間がすごくあって、はい、ヤクルト戦のラミレスに僕やたらヒットとホームラン打たれたんですよ、はいはい、で東京遠征に行った時にあの試合前日に宿舎であのホテルでね食事を夜してたらあの呼ばれて監督に、うん、ちょっと来いって言われて、まあ、ラミレス対策あんのかって言われて、いやまあしっかり攻めていこうとインコース使おうと思いますから、だからダメなんだよとか言って、あいつお前のカーブ嫌がってんだよつって、ちょっとモノマネも入ってますね、ちょっと入ってます、すごい分かりやすいモノマネは、はい、あのカーブをなんでお前2球以上投げないんだと、お前3球でも4球でもお前2球来たらお前次カーブないと思ってあいつ待っちゃうよつって、でストレート系のちょっと曲がったやつは手が伸びて打てんだよとかって話になって、カーブ4球なら4球続けろよっていう話になって、それができねえんだキャッチャー変えたろか言うから、ああいやそういう問題じゃないですキャッチャーだけだったんですよ、でいやいやって言ったんですけど、それを次の日キャッチャーにそう言われたんですけどって言った、分かったって言ったけど、
サインはやっぱり2球以上出ないんですよ。へー、へー、うん、で、打たれたんですか。結局打たれるんですけどまあ、あのすごいあのバッターをヒントくれるんですよね、いろいろ試合中でも、ここ投げとけとか、落合さんが、うん、ここは投げるなとか。それベンチで言われるんですか。ベンチ、あの、まあ、試合前もそうですけど、いろいろあの練習の時も言われますね。でもね、ラミレスは本当にセリーグで一番打ちやすいの川上って言ってた。あ、そうなんですか。それもショックで、そういう話もするんですよ。すごくショックで、川上を打てるのはラミレスしかいないの、うちの打線で。本当一人だけなの、ラミレスだけはバコバコ打つの、みんな打てなくて、どうやって打ってんねんって言ったら、お前らなんで打てないんだみたいなこと言い出して、普通に振ったら当たるって言うんですよ。いやいや、それはそれはないですよね。カットボールが僕らにはもうまっすぐに見えて、例えばちょっとシャーキになったってショートゴロとかなると捉えたつもりが、でも彼はいや普通に振ったらちょうど芯に当たるって言うんですよ。そうなんですよ。なんか知らないけどね、だからすごい調子よくてずっと、まあまあ点取られてない時にラミレスでツーランホームランとか、いつもラミレスで何かが途切れてくる。だからもう天敵ですね。天敵だと思う、うん、でラミレスは野口が打てないんですよ、ここ中日の、はい、野口は10打数 8三振ぐらいするんです。あのスライダーをこうやってもういつもワンバンこうやって振って、なんでお前ら野口が打てるんだって僕らに聞いてるんですよ。お前なんで川上打てるんだって。すごいですね、そういうのがね。軸足が化け物なんで、軸足は化け物なんで、も化け物、まあ、できるだけ前に乗らないように。あの人の軸足はやっぱすごい、うん、あの強靭な右足、そうそうそう、股関節から下はすごいです。こういう感じで、もうすごいですよね。特に軸足はすごいです。この人はこうこういくんですけど、まあ、落合さん軸足はずれることないですよね。本当にずれることないです。落合さん一番前に立ってサード側にちょっと開きながら、とにかく体重を全部こっちに乗せながら、うん、こうやって打つタイプ。ポイントは落合さんはポイントは例えばこうポイント前とかじゃないんですよ、うん、ポイントはほぼ一緒なんだよと。外も真ん中もインサイドも一緒で、自分あとは体のこう正面、ここで打つかここで打つか、体を回しながら近いか遠いかっていうとか、なんかあとは、ね、こうやって縮めてこうパッとこうやって打つのか、ただ、まあ、アウトコースを打ちやすいですよね、伸ばすだけなんで。その時に軸足で多分コントロールしてたと思うんですよ。あの軸足はずれたの見たことないんで、